ヒロさんやっぱ豪快なんだよ、豪快なんですか。ヒロさんこうやってやってくる。もし村上宗隆と対戦するなら、どうやって抑えますか。外一辺倒だったら絶対やられるだろうなっていうのはもう目に見えてるから、はい、弟もそういんで。あ、そうなの。同じ構えで同じような感じで打席立って金属バード持ってるんですよ。危ないな、危ないな。長嶋監督と原監督の何が違うんですか。何が違う、はい、ああ、いや長嶋監督は俺ルーキーの時で、で2年一緒にやったのかな、はい、で長嶋監督がもう上すぎちゃって、はい、もう監督っていうより神様みたいな。なるほど、なるほど、うん、だからもうなんもう上すぎちゃって分かんないのな。あ、長嶋さんいるなみたいな、なんか監督って言っていいのかななんていう、なんかそんな感じ、もうなんか上すぎちゃって、存在がもうなんか上すぎて、なんかちょっとわからないような感じ。あ、長嶋さんいるなって感じで、普通に会話できるんですか。もちろんするよ、はい、するんだけど、なんか本当に長嶋さんと会話してるのがロボットじゃねえかなコピーロボットじゃねえかななんて思っちゃうぐらい、そんな感じの存在。なんか、うん、だからね、長嶋さんに何言われても別に、あ、なんか長嶋さんに怒られても、なんか、あ、長嶋さんに怒られちゃったとか、そんな感じは。そうですね、うん、なるほどなるほど。そうで、原さんが監督になった時は、はい、長嶋さんのヘッドコーチが原さんだったのね、はいはい、その時に、長嶋さんと原さんが変わった時に、はい、長嶋さん、じゃあ原さんはもう親分みたいな感じ、でも兄貴みたいな感じ、はい、一大政権で、はいはい、だからすごくそん近いかったし、はい、原監督になんか監督とかってこうなんつう気軽にこう話ができる、なるほど、だそういうのがプロ野球かなっていうふうに、大人の世界なのかなっていうふうに思わせてくれたのが原さんじゃん、うん、でやっぱりね、原さんも原監督もやっぱり徐々にやっぱりね、自分のこうやっぱ地位もあるし、うん、ね、それだけの、あれだけの監督になったらやっぱ名誉もあるだろうし、はい、やっぱり名将って言われるだけあって、やっぱり存在感がやっぱ大きくなってきたんだよ ね、 やっぱり気やすく、なんかこう今までの感じで話すことはなんかできないかなっていう感じ。あ、だから長嶋さんにこう原監督もこうなんか徐々にこう寄っていってるっていうか、まあもう原さんはもう長嶋さんのあれを成績自体を監督としては抜いてるから、はい、だからね、それこそ、まあ、存在的にはやっぱり大きな存在だよね、ジャイアンツにとってみたら、うん、まあ、俺らにとってもね、すごく勝たせてもらった監督だし、ね、俺なんかやっぱりすごくタイトルも取って、ね、ある程度こうこう成績も、まあ、悪い時もいい時もこう、ね、よく声かけられたことだと思うから、すごく感謝はしてるよね、すごいっすね、やっぱりジャイアンツで長嶋さんと原さんの元で、うん、やったっていうのはすごい。いや、本当いい時代だったなと思うね。だからやっぱりね、その分テレビとかの露出も多かったし、ね、そうですね、うん、もうまあそれプラス強かったっていうのがあったね。だから俺10年いて5回リーグ優勝して、はい、3回日本一になったの。うわ、だから そういうこともない。だって2年に1回優勝してる計算になるから、はい、すげえ時代だったなと思うね。なるほど、まあ、もちろん9連覇ってね、V 級があるから、なんかその成績自体もそんなになんかあんまりこう言われないけど、普通だったらすごいな。いや、すごいですね、2年に1回優勝してるっていうのはすごい、うん、そんなもう強い時代にいた松井さん、うん、清原さん、うん、上原さん、うん、高橋由伸さん、うん、なんか面白いエピソードありますか。面白いエピソード、その中でやっぱね、どうしても清原さんの話題になっちゃうかな。なるほど、うん、やっぱ豪快なんで、豪快なんですか。矢崎さんももう本当、もう本当ね、通りで、はい、すごく豪快で、ある時原さんが決起集会をやろうって言って、決起集会前半終わって後半に向けてのオールスター休みの時に、はい、みんな集まってエノティカってあるでしょ。エノティカってワインを売ってるエノティカ で上がレストランで下がワイン売ってるの、ね、はい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 、でそこでじゃあみんなでそのレストランで選手はワインを1本持ってきて、でみんなで浦賀さんとかも全部含めて、はい、じゃあお酒を飲もうとか、はい、イタリアンで楽しもうって言って、その場を原監督が用意してくれた。でみんなワインをそれぞれ他で買っていって、でね、みんなこうやって「はい、これか 持ってきました」とか、はい、まあもちろん上のね方たちなんかすげえヴィンテージにいいワイン持ってきたんです、はい、でも清原さんはワイン持ってこなかったの、はい、でそのエノティカの下のそのワイン売ってるショップで、こんなマグナムのすんげえ高いワインを買ってきた。俺ワインあんま詳しくねえからわかんないけど、でそれをこうやって持って「ほらみんな飲め!」っつって、はい、こうやってなんかみんな小鳥が、はい、親から餌もらうみたいな口をこうみんな開けてるとこを清原さんこうやってやってくる「おめでとう!」っつって、で
その横で桑田さんが、桑田さんワイン大好きだから、はい、ワイン、そういう風に飲むワインじゃないんだよって言ってそれぐらいやっぱり桑田さんって豪快な人で、しかもそれもね、多分200万とか300万するワインじゃない。それをやっぱりね、浦賀さんに振る舞ってあげるとか、まあ、若手にこう盛り上げるためにそういう風にやったっていうエピソード。まあ楽しいね。すげえな。いやー、ほんとすごかった。豪快なんですね。豪快だった。もうあとなんだろうな、松井さんとかってもうあのマナーなんだよね。ほんとペース崩さないし、さっきも言ったけどね、バスが松井さんが来たらあの出発するとか、ね、吉野部とか上原なんか近すぎてあんまりこのエピソードにならないかな。上原とか吉野部は、はい、うん、なんか僕の話になっちゃうんですけど、うん、僕小学生の時に、僕親父が岡山でその料理人、フグの料理やってる時に、うん、巨人がちょうどオープン戦で来たんですよ、うん、でその時にフグやん。フグやです。マジで、はい、いいとこじゃん。いいところボンボンじゃないか。いや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 、そんなことないですけど、その時に高橋由伸さんが僕の親父の店に食べに来てて、うん、その時小学校5年生ぐらいですかね、うん、まあまあスーパースターなんで会って、うん、でそこであの手を見せろってやったんですよ、うん、高橋由伸さんに。でこう手を見せて子供ながらにしたら、こう、うん、まだまだだなみたいなその時に由伸さんの手を触らせてもらったんですよ、うんうん、もうボッコボコだった。これぐらい振らないとプロ野球選手になれないぞって言われて、うん、でまあ僕も同じプロの世界に入ることになって、初めて神宮で高橋由伸さんを見たんですね、うん、同じプロ野球選手、うんうん、お互い同じプロ野球選手になって、で僕がその時にその話をしたんですよ、由伸さんに、うん、そしたらなんか知らないですけど覚えてくれてて、由伸が、はい、すげえ嬉しくて、それがなんかでも小学校5年生の時の話をね、はい、へえ、まあ合わせてくれたのかもわかんないですけど、うん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 、はい、でもバッティング練習はやっぱもう釘付けになりましたね、高橋由伸さんのバッティング練習は。プロになっても、はい、すっげえ、なんかもう形がもう、あの松井さんってスイングがなんかちょっとあのやる気なさそうにこうやって振るんだけど、はい、由伸とか清水さんってすげえなんかかっこいいのよ、スイングがピャッってなんか、はい、松井さんってめっちゃダサいのなんかこうやってやる気あんのかよっていう、松井秀喜みたいな。だけどバッターボックスだったらすんげえのよやっぱり、はいはいはい、雰囲気とかね。いや、そう考えたら由伸ってあのなんかスマートなあの野球選手だよね。そうですね。めっちゃかっこいい。だってキャンプ中なんて本当とんでもないの、もうめちゃくちゃ豆が、まあ、知恵だらけだし、はいはい、でまあできやすいっていうのもあるのかもしれないけど、いや、あの手の硬さにはびっくりしましたね。あ、そうだね、そこだもんね、振ってると思う。じゃあちょっと最後に、はい、今、うん、プロ野球界を騒がしている村上宗隆、うん、もし村上宗隆と対戦するなら、うん、どうやって抑えますか村上さん。いやこれね、まあもちろんバッピーね、してると思うんですけど、まあうん、まあこれよく聞かれるんだけど、聞かれますか、はい、どうやって投げるとかよく言われるけど、でももうまずどこ投げても打たれるのはもう覚悟で、はい、あの勝負に行かないとダメだよね。なるほど。やっぱり基本はインコースから攻めて、やっぱり外、これがやっぱ基本じゃん、はい、あとはもう打ち損じてくださいですよ、はい、もうね、はいはい、だからやっぱりインコースの、 あの投げれるんだったらやっぱインハイに投げたいんだけど、でも多分投げ込めないから、この辺をまず腰のあたりを引かして、はいはい、そこからまずスタートしないといけないんじゃないかな。もうフォアボールなんて別にしょうがないと思って投げないと、多分長打が一番いけないんだよね。だからそれはいけないことだから、多分インコース攻めて、外にもうオーソドックスに攻めていくんじゃないかなと思うんだよね。やっぱりスライダー系で最後はやっぱ打ち取らないといけないから、やっぱインコース足元にも投げないといけないし、多分この辺腰の辺も投げないといけないだろうし、そこででも振らすボールだけ投げてても意味ないから、ある程度やっぱ振らさないといけないので、はい、そこにやっぱシュート系の球があればちょっとこうファールになってもいいからそこを振らしていくことかな。ああ、なるほど。難しいじゃん。でもあれだけのさ、率残せてホームラン打ててっていう選手だから、なかなか打ち取るの難しいだろうなと思うけど、でも外一辺倒だったら絶対やられるだろうなっていうのはもう目に見えてるから、はい、絶対インコースは投げないとダメだよねっていう。そうですね、うん、でも外だけだになっちゃう時もあんねんね。でもね、たまに、うん、まあ、難しいですよね。いや難しいと思う。でも強豪が見ててどう、例えば左バッター、左ピッチャーに対戦するときに村上がどういうコンタクトとこういうやつアプローチしてるかっていうのは、あの、まあ、インコースは、うん、僕はもう多分狙ったときしか行かない。あ、絶対甘い球、
もちろんインコース攻められるのは自分で分かってると思うんですよ、うん、でも絶対甘い球来るでしょって、投げミスあるでしょって、それを打ち損じないよ俺はみたいな、基本的にもう向こう、センターから向こうにっていう、打つよりちょっと差し込まれても向こう持っていけるっていう感じがあるのかなっていうふうに僕は思いますね。だからあのさ、自主トレ2018年、はい、自主トレ来て俺バティ投げ行ったじゃん、はい、あの時1番に、久野さん、左ピッチャー今年僕打てなかった、ホームラン35打った時、ね、次の年2年目かな、はい、2年目か3年目の時だろうな、あの左ピッチャー打てなかったんですよ、どうやって攻めたいですかって聞いてきた俺に、いや別に俺もう引退しても何年も経ってるし、はい、そんな俺のね多分存在なんてもう多分知らないような、ね、世代だと思うから、すごいなこの子は、普通にそういうことは聞けて、だからそういうふうに人の話をこう聞いて、自分のとこに、ま、どれだけ俺の言葉が響いたか分かんないけど、そういうふうに取り込んでいこうっていうことをするってなかなかできないと思う。そうですね、うん、やっぱ人の話を聞く能力もやっぱり兼ね備えてるんだなと思って。いやそうですね、すごいなと思ったやっぱり、はい、うん、だからもう野球以外のところでも、その食事にしてもトレーニングしてもストレッチにしても、うん、全ていいものは自分のものにして、それを野球に落とし込んでいけるのが、うん、やっぱ村上の凄さっていう風に、まあ、青木さんも言ってたんで、うんうん、そこらはやっぱり、まあ、もう本当にいい巡り合わせがこうあったというか。そうだね、いやでもそれもやっぱりね実力だと思うし、多分それを逃してる人なんて何人もいると思うよね。いると思うんですね、うん、だから運を自分で手放さないでしっかり自分の元に持っていける能力っていうのもあると思うんだよね。いや本当そうですよね、うん、いやーやっぱでも青木さんとやっぱりその伊佐野さんのトレーナーもされてた院長が大きいですかね、うんうん、大きいね。あの人の存在って野球だけじゃなくて体を何こうここの整えたらこういうスイングができるでしょっていうのをなんか分かるんだよね。全部分かってるんですよ。そうだから俺もちょっと今院長ここはねこうなってんだよって言うと、あじゃあここやってやるからっつってそこを直してくれるとこう戻っていくのやっぱり、ちょっとまあ気持ちも楽になるじゃん、はい、ここ行けばある程度自分のね体が整うんだっていう、ね、のがあるから、はい、多分そういう存在がいるってすごい大きいことだよね。青木がそれを多分院長のことを信頼してやってるから、はい、多分下の子たちもねそれこそ院長を信頼しているし、はいはいはいね、それこそまたいいつながりができてるんじゃないかな。院長の子供いんの、まあ、いる？います2軍の。2軍の、はい、おおいいね。あの出会いっていうのが僕は今の村上作ったなと思いますね。本当に、まあ、もちろん本人の力もすごい、ね、まあもちろんもちろん、はい、はい、彼の実力もありますし、まあ今弟もすごいんで。あそうなの？弟も。そうなんだ。今年甲子園出て。はい。あ本当？そうです。九州学院で4番打って甲子園出て、でプロ仕事ロケを出す今回出す。ああどこ行くのか、あれだね。日本だね。普通さでもさ長男でしょ村上。はい。はい、で、あ村上次男です。次男。はい。あ三男なんです。末っ子？三男末っ子。が今回ドラフト仕事ロケ出して。やっぱ次男の方が成功するんだよな。知ってる？長男より次男の方が成功する確率が高い。あ高いんですよね。あそうそう。そうだ、何？僕長男。長男か。はい。だからいまいちだった。いまいちだった。そうですよね。やっぱりな、うん。そうなんだよ。だから長男は、うん、あそこ三兄弟なんですけど男、うん。長男が一番でかいんですよ。え？あれよりでかいの？はい。マジ？だから村上が一番胸が一番小さいんですよ。マジで？はい。そうです。すげえなー。とんでもない家族です。はい。いいね、あのデカさでが一番低いって。お兄ちゃん何やってんの？お兄ちゃんは東海大学行ってでプロ中まで行ったんですよ。あ、本当に、はい、で今社会人でやってるのかな。で、はい、村上 で村上がいて今弟、啓太っていう名前がいるんですけど三兄弟三兄弟、はあ、これもまた楽しみだね。いやもうで超でかいですよマジで、はい、末っ子もまた成功するっていうからね。あなるほど、うんうん、だから2人にやられて同じ構えで同じような感じで打席立って金属バット持ってるんですよ。危ないな危ないなそれ危ないな危ないっすよ危ないなそれあそうでも楽しみだね。楽しみです、ね、弟もヤクルト入ってきた。え左バッター左バッターですファーストで。はい、あじゃあ村上今ヤクルトの村上と弟がファーストを守ったらこれまたすごいことになるね。これはまたとんでもないことですね、うん、で3番4番打っちゃったらでもヤクルト多分取りに行くと思うんですけどね。あ本当、はい、あでも楽しみだね。楽しみですね、うん、まあこういうことで、うん、今日は本当に貴重なお話をたくさんもうしていただいて、楽しかったね。いやめちゃめちゃ楽しかったです、うん、本当に僕のね方のチャンネルでもぜひ見てください。
際ね、やってますね。そうです、もう今日はですね、もう久野さんのチャンネルの方で一打席対決してもらって、うん、僕がびっくりしました。なんでまだこんな球投げてるの。はい、まだいけてるし、まだでも、まだね、47歳にしてみたら、まだ、ね、まだ、まあまあ、いけるっていうね、うん、やっぱプロ野球選手って、やっぱ全然すげえなって思いましたね、やっぱ違うなっていう、年をその重ねても、ちゃんとこうコントロールのここの感覚であったり、手の感覚であったり、スライダーのその曲がり方であったり、やっぱ一線級で活躍された方のその球っていうのは、全然違いますね。いやいやいや、褒めても何も出てこないよ、誕生日プレゼントだけだよ。本当ですか。いやちょっと企画で行きたいな、LA に。うん、来て、マジで。来たよ、うん、ぜひ、なんか向こうでやれること考えとくわ、俺。いいですか、うん、ぜひ行きたいですね、うん、企画として。いいね、はい、LA に。エンゼルスタジアムとりあえず行きたいよね。ああ、まあまあまあ、それは大丈夫、大丈夫。家族枠で行けるわ。え、マジですか。行ける、行ける、大丈夫。いや行きたいな。でも俺、土地で帰るから。土地、うん、多分、ダイナミズ弱いと思うから。そうなんですか。弱いしは。弱いですか。でも大谷。まあそうだね、打つのはやっぱりね、大谷もいるし、まあ、ドラウトもいるし、まあね、レンドン帰ってくればレンドンもいるし、はい、だから、まあいいチームではあるんだけど、なんで勝てないのかねっていうね。そうですよね。だから、ぜひ来てください。行きます、うん。はい。もう今日は本当一日、もうありがとうございました。いやいや、ありがとうございました。はい、楽しかったです。ありがとうございます。はい、もう高橋久野さんのチャンネルの方でもコラボ やってますんで、ぜひそちらもご覧ください。はい、よろしくお願いします。お願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。